注意書きを読んでからここから先ご視聴お願いいたします。本日は視聴者さんとプレイしていきます。赤いまんじゅうゆっくり霊夢です。黄色いまんじゅうゆっくりマリサだぜ。今回は何でも武器が金色しか出ないモードでやっていきます。スリットゴールドな。そして皆さん、ついに霊夢はピンクマをゲットしました。課金の鬼。はいはい、ピンクマちゃん到着いたしましたよ。おー、マジで武器が金色ですね。まあ何使っても当たらないんですけどね。くっさー。いや事実なんで全然笑えないんですけど。あれは走る人の味方。何そのダサいネーミング。へいへい相棒スーパー行こうぜ。今日はお肉の特売日だよ。お前らどこ行こうとしてんだよ。火曜一火曜一。特売日は戦場だからね。これを持っていきなよ。これくれるの？霊夢お姫様。調子に乗りすぎだぞ。お礼にトマトを進呈します。夕食はチキンのトマトにだね。肉の会話やめろ。今日の特売品はパンダでしたよ。いやさっきの仲間だろ。ジンギスカンにしますか。これ動物間違ってるよ。パンダがなんと3キュッパ。パンダスキンより安いじゃねえか。さすが火曜一ですね。火曜一ってパンダ持ってるんだね。しかし平和ですね。うわこんなに平和なゲームじゃないよ。この平和が続くことを祈ってます。じゃあ牧場物語でもやってください。あ、お前誰だよ。俺だよ俺。これは完全に詐欺ですね。俺詐欺だな。なんでツルハシ振り回してんだよ。この平和を乱すものは許さん。今も十分平和。お前なんかこうしてやる。見事なバックドロップが決まったな。てかこれいつ戦いが始まるの。霊夢的にはこっちがメインですけど。味方がやられたー。一人もうすでに行ってますけど。気づいたらもういませんでした。ナンバー023にもらったあの青汁の味忘れないよ。全部同じ味だよ。うわーイチゴだぞー。霊夢もイチゴ好きだよ。嘘みたいな情報を落としてくれてありがとう。クソ。しかも敵を逃したか。あの霊夢じゃ逃すのもしょうがない。味方の仇は他の人に取ってもらおう。お前がそれや。おお敵が結構たくさんいますね。オラ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 イモン。しょうもないこと言ってんなよ。でもなんとなく当たってますね。ほんとだ珍しい。やばい今日は弾が敵に吸い込まれていく。いやいやそこまでではないですよ。また当たった。だって全員瀕死状態だもん。霊夢なんか撃たれてね。伊藤誠はゲスやろう。それ今関係なくない。今霊夢はパンダと普通の人に見守られながら息を引き取ろうとしています。いや助けようとしてくれてんだよ。たーピンクマちゃん復活。よしあとはここで息を潜めていよう。戦いやこれを使いな。相棒神かよ。オラ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 。抵抗の相手しか倒せない。リクロイレットです。霊夢なんか役に立った。癒し担当。次はスクワットに挑んでいます。そして無謀にも今ビルなんとかというところに向かっています。無謀すぎる。フォートナイトの猛者が集まるという場所に間違ってうんこ落ちてきたようなもんだよ。どんな猛者もうんこ落ちてきたら逃げるんじゃないですか。ということは誰よりも強いということになりますね。うんこであることは認めてるんだな。おいいきなり重体するぞ。だってビルデッドタワーだもん。てかお前らまたカート乗ってんのかよ。体の一部みたいなもんなんで。めっちゃ発砲されてるじゃん。お前いい加減カートから降りろって。でもここ見てもらったらわかるけど霊夢パニックです。建築するのか武器持つのかカートから降りるのか。それかはやって。まずカートから降りる。まだ助かる。まだ助けられる。とりあえず囲め。一人が戦っているから霊夢は囲め。霊夢さん全然囲めてません。なーにー。やっちまったな。どうしてる場合じゃないって。よし囲むのは諦めよう。囲むこともできないんですね。てか二人ともやられてたー。霊夢ここでいいとこ見せないと。もしかしたら敵は霊夢が生きてることに気がついていないかもしれない。さすがのチキンプレイ。バレたか。バレたようなバレてないような。こうなったら二人の命霊夢に預からせてくれ。一番預けたくない人に預けちゃったな。そしてイチゴラグさんがすでにもういない。おらーこのクソ霊夢にびっくりしてやられろ。全然当たってないな。よっしゃー班に入ったぜー。おいおいそこの人気切ってる場合じゃないですよ。おら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 。狙った獲物は逃がさない。逃げてます。なんでちょっとカッコつけた。秋始まったばかりなのにこんなにも早く恐怖映像が見られるなんて。秋先取り。そこにいるのは分かってるんだぞ。仲間も駆けつけてくれたぜ。もうお前は終わりだ。2対1で勝てるわけないだろう。お前がクソ霊夢なのは知ってるんだぜ。霊夢有名人。どうせなら犬はさで有名になりたいな。オラオラ建築してる暇は与えないぜ。相棒やっちまおうぜ。オラ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 。うん、今の何の音？ジャヒーな、なんか爆発したんですけど。なんかって、爆弾が爆発しただけだろうが。爆弾？爆弾の存在知らない方がびっくりだよ。今日はみんなで森の中で森林浴に来ました。美味しい空気を吸って昼寝をして昼寝をしたいと思います。昼寝しか考えてないじゃん。誰かハンモック持ってないです。持ってねえよ。お前ここに何しに来たんだよ。昼寝。そうだったね。お前誰だよ。その宝箱は霊夢のだぞ。でも開けてるし、霊夢はその宝箱を取るためにここに来たんだぞ。昼寝しに来たんだろうが。こんにゃろ、霊夢のよだれたっぷりのツルハシで殴ってやる。何この地獄絵図。これはもう先に武器を手に入れた者が勝者となる。なんかどっかで武器の音してますけどね。ははは、一人ダウンしたぞ。こんにゃ
にゃろ。もうはっきり言って誰が味方で誰が敵かわかりません。ピンクマ同士仲良くしようぜ。オッケー、じゃあまずはノーマルスキンお前からだ。お前ピンクマに殴られてるぞ。いやー裏切り者。いやそっち仲間同士だろ。ピンクマに油断した。なんでそれで油断できるの。よし次は真面目にやっていこうぜ。もうすでに真面目じゃないんですけど。っていうかお前が一番ふざけてんだよ。わーいパリピパリピ。このまま湘南の海まで行っちゃいましょう。湘南って何よ。小樽のドリビでいいじゃん。霊夢さん田舎者丸出しです。っていうかもう少し静かにしろよ。敵に見つかっちゃうだろ。範囲外出し敵なんかいないで。いました。なんでなんでバレたんや。お前らが騒がしいからだよ。お前らがっていうか霊夢が一番騒がしかったですけどね。自覚症状あり。てか体力少なくないですかね。みんなの犠牲になったのだよ。お前が上機嫌でラマベルを叩いてる最中にな。なーにー、やってもいいよ。あ、霊夢包帯持ってるわ。エセさんアイルディバッグ。エセさんまだ生きてるからどうしたら包帯を渡せるだろうか。この状況じゃ無理じゃね。ハセビー。ハセベだと思うのだが、一人行ってしまった。でお前は何してんのよ。霊夢パニック。お前いつも大事なところでパニックじゃねえか。そうだよ。キューター読み方はそれで合ってるんですかね。よくも私の仲間を。今生き残ってるのはスズメの涙ほどの体力のエテさんとゴミですが。ゴミだってリサイクル。ゴミはゴミでした。いやお前らほんと踊るの好きだね。フォートナイトは妹がすべて。ちげえよ。はっはっはクマが踊っとる。こりゃ愉快愉快。あなたの拍手の方が愉快です。なんでだよ。そんな愉快なクマたちこれを見てごらん。それはケツの裂け目。裂け目ポータルね。わーケツが裂ける。もともと裂けてんだって。これを使うとたちまちケツが裂ける仕様になってるんだよ。どんな武器よりも恐ろしい。でもこれで簡単に範囲内に行けそうですね。こりゃ便利便利。うんうん、ちゃんとみんなもついてきてるし。戦闘態勢戦闘態勢。あ、やっと戦うの。マリサ渡る世間は鬼ばかり見てる場合じゃないですよ。見てねえよ。あ、水戸黄門でしたか。一体私がいくつだと思ってんだよ。オラ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 。相棒まずは一人やっちまおうぜ。数の暴力。ああ、残念。もうダウンしてる敵くらいには当ててください。ピンクマスキン着てるからって強いと思ってもらったら困りますよ。ここに例外がいます。皆さんこのピンクマを見つけたら優しくしてやってください。見た目一緒すぎてわかんないわ。霊夢のピンクマはここにほくろがついてるので。嘘だね。嘘かどうかは自分の目で確かめるのだ。このグレネードでこの世界ごと吹っ飛ばしてやんよ。そこまでの威力はありません。爆発したのかもわからなかったな。グレネードのバカ。グレネードは何にも悪くねえよ。よしなんか撃たれているような気がするので退散。気のせいじゃなく撃たれてます。チキンだと言われても霊夢は逃げる。チキン何よー。めっちゃ怒ってんじゃん。なんかここ煙出てますけど温泉でも湧いてんですか。あ、タバコのポイ捨てか。ユウさん向こうでもポイ捨てしてんのか。これは犯人を見つけ次第現行犯逮捕だな。でも僕子供だからよくわかんないや。なんかよ。それは物資が落ちてくるし印だよ。マジか。お前それ本当になんだかわかんなくて、その円の中に入ったら回復するんじゃないかと、その中でずっと待機してたよな。せっかく動画でカットしてる部分言うなや。マジで気球降りてきたわ。ということはここにも出たー。霊夢めっちゃいいとこにやぐら立てたじゃん。これをヤグラだと思えるお前の心の強さを褒めてやりたい。ありがとう。やばい味方が一人やられてしまった。人命救助第一。あそこだな。いやめっちゃ撃たれてるわ。あれは無理に助けに行ったら霊夢もやられるのでは。なんとかここまで来れないだろうか。いやそんなことを考えないで無防備に行動するのが霊夢。少しは考えた方がいいよ。オラ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 。うちのメンバーをやったのはお前か。あれは一人とかじゃなかったですよ。そして助けられなかった。霊夢違うところから撃たれてるぞ。退散退散。後ろは振り返る名前だけ見て進め。後ろから撃たれてますけど白ひげに笑われるぞ。いいもんは。お前何こんな近くに寄ってきてんの。それは個人の自由です。霊夢近距離苦手なんだって。やめろやめない。何が望みだ。行くろい。そりゃそうだよ。あとスキンよこせ。あのお互い全然当たってないんですけど。ほら霊夢がなんか強そうな武器持ったぞ。死にたくなかったらここで逃げるんだな。お前何持っても当てれないだろ。ほらもう青汁の効果なくなってんぞ。このピンクマスキンあげますからどうか命だけは。スキンあげるなんて無理なんだよ。オラ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 。まずはヤグラだ。どうよこの建築さばき。霊夢いつからそんなに建築上手くなったんだよ。ぜひ人のプレイを自分のものにすんな。バレたか。はい、ということで今回のフォートナイトもグダグダでしたね。まあでも霊夢が楽しんでやってるんだからいいんじゃないのか。はい、視聴者の皆さんにはいつも参加してもらってすごく助かってます。また節電などが解除されましたらフォートナイト復帰したいと思ってますので、皆さんと一緒に遊べる日を楽しみにしております。また前回の動画で皆さんのおすすめの武器を教えていただいたので、それも参考にさせていただきます。たくさんのコメントありがとうな。ということで今回はここまで。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。また別の動画でな。